はいどうも哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいと思います。そうですね、今回はですね、まあディアブロ4の発売に合わせて、まあイモータルではね、まあコラボイベントがねたくさん来てるので、まあちょっとそのお話とかね、今日はしていこうかなと思います。まずはヤッキンさんですね。まあ結構ねデーモンハンターのレジェンダリーは集まってはきましたね。まあ最近ディアブロ4をねやってることが多いので、まあそれに比べるとかなりねシンプルな、まあアイテムの作りにはなってるものの、やっぱり結構ね厳選が大変というか、まあ可変値でいいものを引けるのはね、まあなかなかね難しかったりしますので、まあ、そこはねすごいやりがいがあるかなと思ってますけど、はいはいはい、感じかな。あ、であれかな、こっちの、そうですね、今日は一通りもうイベントを終えているので、そうですね、はいはい、チャームもちょっと売っちゃいましょうかね。そうですね、分解かな。そう、まあ結構ね、まあシンプルなものの結構やり込みがいがあるというかさ、いう感じなんで、まあ4とは全くね、ゲーム性そのものがさ、いろいろと違うところがあるんだけど、なんだかんだで、まあやり込みがいがあって、続いてるなっていう感じなんですけど、よいしょ。そしたら、宝石強化やっちゃおうか。まあ、結構ね、こう、デイリー要素として宝石の出現率がある程度抑えられているところがあるんで、うん、まあ、ここはなんか結構蓄積要素あって大変っていう方も多いみたいなんですけど、うん、まあね、でも、前に比べると、約3倍かな出現するようにはなってるんで、まあ、1ランク上が目指せるって感じかな。うん、このゲーム、ランク1から3つずつ組み合わせて、ランクを上げていく仕組みなんで、まあ、ランク7ぐらいが今限界ですかね。まあ、かなり、継ぎ込んでるものでも、そうですね、ランク7ぐらいが限界なんで、まあ、いけてランク8ぐらいですかね。まあ、ランク10を目指すとなると、少し、なんだろうな。まあ今後この緩和を待ってやっていくって感じになるかなと思いますけどね。よいしょ。そうで、まあ今回来たねコラボイベントはまあ3-4種類かなあって、まず一つがバトルパスそのものがね、まあリリース仕様のバトルパスになってて、まあもらえるコスメティックなんかもちょっとリリースをね、あしらったようなものと、あとね、そうですね、リリースをあしらった、リリースの子供たちの武器ってやつがもらえたりとか、あとね、こちらの母の嘆きっていうね、二つ星のレジェンダリー宝石なんかも、今回はもらえるので、まあ、イベントを通して何個かね、もらえるような形になって、おそらく、なんだろうな、今後の本実装みたいな感じになると思う。まあ、そこもね、まあ、イモータルをさらに面白くしてくれるっていう意味では、まあいいんじゃないかなと思ってますね。まあこのイベント、まあどういう効果があるかなっていうのは少しね、まあ考えるところはあって、なんだろうな。まあでも思ったほどね、まあ私も当初こう予測を立ててましたけど、4が始まったから抜けちゃうっていう人ももちろんいるんだけど、まあ、なんだろうな。意外と混乱はなくというか、まあ若干ね、こう、PC 勢が多かったクランなんかはさ、影響を受けて、まあ人が、まあどんどん引退しちゃってるみたいな話も聞くけど、まあそれ以来だったらそんなにね、
まあ人が集まらないってこともなくなってきてるんで、うん、まあ割とね影響はなかったのかなと思いますけど、まあただですね、まあ4買ったよっていうフレンドさんとかも、うん、まあもちろんその古くからね、うちのチャンネル見てくれてて一緒にやってくれてる方なんかは結構ディアブロシリーズそのものが好きっていう方もいるので、まあ、そういう方はまあ4を買ってて、一緒にプレイしてたりとかもするんですけど、まあ、なかなかねこれ両立するの厳しいかな。うん、まあ引退も仕方ない、ある程度引退しちゃうのも仕方ないよねと私自身も思ってるんですけど、うん、まあなんだろうな、コラボが来ることで逆に今イモータルにいる人たちがまああの4に、興味を持ってちょっと4買ってみようかなという気にさせるようなイベントなのかなと思ってて、まあ特になんだろうな、ディアブロ4の中のこうなアイドルって言っちゃ変だけどさ、まあ、シンボルともいうこうリリースの魅力が一番詰まった、ものになってると思うんで、この恐怖の巡礼はリリースとは関係ないのかもしれないけど、コスメティックの方もね最後までやるともらえるので、これもね見逃せないかなと思いますね。影のアーマー、影の武器、影のポータルという3つのね、コスメティックがもらえますので、まあなかなかね意外とこうディアブロイモータル、予約特典のね、装備武器はあったんだけど、まあそれ以外でコスメティック配ってるのって、まあ英雄の旅とかね、そういうちょっと特別なイベントのコンプリート報酬みたいな形でしかないので、うん、なんか結構珍しいイベントかなという感じですね。まあ1周年とディアブロ4の発売記念という感じでね、結構イモータルの方もね、イベントが盛りだくさんなので、うん、まあね、私もなんか、フォーもやりつつ、まあ、イモータルにも入ってきて、みたいな感じでやってるので、まあ、最近とにかく時間の余裕がない感じなんですけど、まあね、でも、昨日の動画でも少しお話ししましたけど、うん、まあ、やれることを一個一個やっていくしかないんで、うん、まあね、まあ、出せる動画、うん、を出していこうかな。まあ、今日ですね、結構、まあ、楽しかったのはね、ワールドボスのアシャバと戦えるっていうイベントが来てて、まあ、エルダーリフトでランダムで出る。ただね、これ結構確率低くて、8回回してやっと1回私出た感じだったんで、結構低いなって感じでしたね。で、それとは別にですね、普段のヘリクアリのレイドを、特別バージョンみたいな感じでアシャバと戦えるっていうものもあるんですけど、まあね、どちらもそうだな、そんなに難易度は高くなくて、まあ戦闘レーティングそんなに高くない人、まあおそらくなんですけど、なんだろうな、そんなに戦闘レーティングが高くなくても戦えるように、低めに設定してくれてるっていうのもあるんだろうと思うんだけど、まあ、そんなにねきつくないので、最前線じゃない方でも普通にレイド入ってね、アシャバと戦ってみるといいと思うんで、うん、まあエルダーリフトに出てくるアシャバはね結構弱いので、まあ普通のガーディアン、普通のリフトガーディアンと同じぐらいの強さなんで、まあ出たらラッキーって感じかなと思いますね。まあこの後ちょっとエルダーリフトも3回ぐらい行くと思いますけど、その中で出たらラッキーですね。まあ1週間かな、1週間じゃない、2週間ぐらい、イベント続くので、まあ、その間の雑談動画で、どこかでアシャバと会うこともあるかもしれないですけど、まあ、そこも楽しみに見ていただけたらいいかなと思いますけど、まあね、結構アシャバイベントとか面白いし、まあ、今月はイモータルの、フォートのコラボやって、で、来月、来月ではまあ今月の中旬かなんかのね、更新で、まあ新しい難易度もおそらくね、来るんじゃないかなと思っていて、一応今のね、パッチで、サーバーパロン900まではカバーしてるけど、まあ、ここのところ減る更新がなかったんで、まあ減るはもうここで打ち止めになって、なんか、インフェルノなら新しい難易度が来るんじゃないかとかいう噂もある。
まあ、そこも楽しみにしたいところですよね。まあ、ちょっとこの今の難易度レーティングっていうのかな、それをひたすら続けていくのか、それとも全く違う、難易度設計にしていくのかっていうのは、まあ、ちょっとね、注目してみたいところではあるんですけど、まあなんだろうな、毎日毎日レベルが2ずつ上がっていく。で、まあ当然ながら、まあ時期が、過ぎていけばさ、サーバーパロンもどんどん上がっていっちゃうから、まあ下の方、はい、初めて入ってきた人が追いつきやすいようにさ、経験値バフの方もだんだん増えていくみたいな。まあ、今、最初 400% だったのかな。それが今 800% まで、緩和されているので、まあおそらく次 1600% とかね、まあ 1600% はないにしても、1200% ぐらいにまた緩和が入るってこともあると思う。まあ最沿線までね、本当に1ヶ月ぐらいで今来れるので、まあそこも随分緩和が進んだなという感じですけど、まあね、イモータルのサービス自体をね、まあ、継続するためにも、なんかこういう更新要素は嬉しいなと思ってますね。で、イベントの方は一応ですね、まあ先ほどお伝えした、アシャバか。アシャバの部分と、あとそうですね、あと幻影市場ですね。ここはね、なんとリリースのコスメティックがもらえるという、仕様になってるんですけど、なんだろうな、10回引かないと、まあ必ずもらえるとは限らないみたいなガチャ要素になってるんですよね。だからまあ1回引くごとに必要な値段が上がっていくという仕様になってるんで、まあ、これ欲しいけどね、まあ、なかなか大変なガチャとなっていて、まあ、累計数2回、4回、8回みたいな感じで、まあドローしていくとね、こういう追加のね、ポータルがもらえたりとかそういうのもあるんだけど、まあなかなかこれね厳しくて、天井まで引くっていう人も結構ね、私の周りでも多いので、なんだろうな、結局これってコスメティックセットを販売してるのと同じなんじゃないかっていう、まあ話もあって、まあ、そこがねちょっと、悪どいのではないかというね話もあって、まあディアブロ4ではこういうコスメティックの売り方しませんっていうことを言ってるぐらいなんで、あんまり、ブリサそのものもね、良いと思っていないのかはしますね。でですね、この中でね注目すべきはね、ここのエフェクトですよね、攻撃エフェクトを変えてくれるようなコスメティックっていうのがあって、まあ、これね、アイデアとして取り入れてくれてるってすごいいいなと思っていて、やっぱり4でもこのなんだろうな、戦闘エフェクトっていうものを概念を コスメティックに含めるっていうのはやってもらいたいなと思いますね。コスメガチャはね、やっぱりあんまり良くないと思うんですよ。結局欲しいものを得るために、余計なね、いらないコスメティックをたくさん手に入れなきゃいけないってことになっちゃうんで、10個あって2つが本当に欲しいものなんだけど、それ以外の8個っていうのは欲しくないと。だけど8個ももらわないと、コンプリートはできませんよみたいな仕組みになってるんで、ちょっと悪どいかなという気はしますね。まあコスメセットだと思って買ってる人はほとんどですけど、まあちょっとね、確率に、確率的にしか出ないっていう、まあコスメ要素はやめてほしいなと思ってますね。まあ、ディアブロ4のコスメショップも今現時点で私もね、実際にコスメ買ってみて思うんですけど、7日間の制限とかがある、種類のものがあると思うんですけど、あれ本当に必要かなとは思うんですよね。なんかコスメティックショップって、なんか品揃えがどんどん増えていく分にはいいんですけど、前あったものが消えて新しい、品物が出てくるっていう形になっちゃうとさ、その間に買わなきゃっていう商法になっちゃってるわけじゃないですか。まあ、いわば、あと一週間の、このかっこいいコスメティック、あと一週間のうちに買わないとダメなのか。じゃあ買わなきゃな、みたいな感じのさ。なんていうのかな。少し時間を待てば、お金に余裕が出るから、その時に買おうかな、とか思ってる人たちの、まあ、購買の
なんていうのか、機械っていうのを奪っちゃうわけじゃないですか。だから、できればね、期間限定ショップみたいなのはやめてほしいかなと思うんですよね。私もなんかそういうマーケティングの部分に関しては、私自身がそういう仕事をしてたんで、なんていうのかな、物を売るって人を騙すことじゃないんですよね。本当に気持ちよく、あ、これ欲しいな、これが自分に必要だなと思って買ってほしいし、で、買うタイミングもね、なんていうか、例えば、月末まではきついけど、来月だったら買えるっていうのとかさ、その余裕のある時に買ってもらえれば十分なわけですよね。特にデジタルコンテンツなんて、場所取っちゃって、例えばよ、在庫が100万個あって、それ履けなかったらその倉庫が開かなくて次の商品が入れられないとか、そういうものじゃないので、なのでね、まあなんかデジタルコンテンツを期間限定にするのって、なんかもう本当に売りたいっていうさ、下心しか見えなくて、ちょっとね、私としてはあんまり好ましくないビジネスモデルかなというふうな気がしちゃうんだよね。もちろんその、なんていうのかな、期間限定だから買うっていう人もいるんですよ。ただ、やっぱ多くの人はさ、そうじゃないし。まあ、あと、結構ね、私もコスメティックの動画とか出すとさ、なんかまあ信じられないぐらいお金払いたくない人っているんだよね。だから、まあ高すぎるとかさ、そういう批判も出てくるし。まあでもね、高すぎるって買った人が言うべきことなんだよな。なんか買ってない人とかさ、買う気も全くない人が、なんか批判するのってちょっと私はおかしいと思ってて、買った人がね、文句言うのはいいのよ。だけど、そうじゃない人がさ、ああだこうだ言うのってどうかなと思うから。それになんか、なんだろうな、もうこれ平行線なんですよね。コスメの追加課金が良くない良くないっていう人いるけど、まあ商売でやってるんでね。何が、どういうその収益ベースでやってるかっていうこともさ、分かってない状態で批判するっていうのも、ちょっとね、あまり大人の議論じゃないかなという気もするんで。まあ、ここは平行線だよね。まあ、なんていうかまあ、余分なものをさ、お金を払って買わなくて済むって結構いいことだと思うんですよね。例えばその、本来課金にすべきだった、コスメティックを全部さ、本体価格の中に組み込んだおかげで、値段が跳ね上がるってことも考えうるじゃないわけじゃない。だからまあそれでもいいのかどうかっていうところだよね。だからシーズンのバトルパスに関しても、まあ分離課金っていう方法を取ってくれてるって考えたら、まあそんなにね、悪どいものにも感じないと思うし、まあそもそもコスメティックとか新しいその外見アイテムを作るのって結構お金かかるんですよ。だからそこのところをこう、なんていうかな、どの程度こう理解してもらえるかによって違うのかなっていうところはありますよね。まあ私だって別にブリさんのさ、収益モデルがこうなってるとかね、むちゃくちゃ詳しいわけじゃないけど、ただまあ 3D モデルとかそういう業界に関してはね、ある程度私も知識があるんで、まあそんなに簡単に、ただでね、新しい外見アイテム追加したいっていうのができないだろうなってこともわかるわけですよ。なので、まあ、本当に無料でやるってなると、本当にワンシーズン、翼とペット一体とかさ、そういうレベルでしか提供できないんですよ。まあ、それでもいいのかどうかっていうところだよね。本当ここはさ、まあ人によって違うところだと思うんだけど、感じるところですね。まあ4コラボ来て、特にリリスの外見のね、アイテムとかも入手できるんで、まあそこはなんだろう、イモータルのプレイヤーに、4の魅力を伝えるっていう意味では良かったと思うし、あとやっぱりシリーズ間の連携っていうのかな、連帯感っていう意味でもいいんじゃないかな。なんか CS のディアブロにリースのコスメティックが来なかったのはちょっとね、悲しかったですけどね。そこはね、
まあちょっとね、最近攻略動画よりもちょっとコスメ関連とかそういうさ、外見アイテムの動画もよく上がってると思うんですけど、まあ理由はね、やっぱりあんまりその攻略を急いでもねっていうところもあるのよね。まあ私にとってのその攻略プランって、その無理のない範囲でやっていく、そのなんていうのかな、多くのプレイヤーにとってこれが本当に標準の速度っていうようなレベルでさ、ガン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 進めるっていうのももちろんあるんだけど、私にとってはなんかそれやっちゃうとさ、まあストーリーも一切見てませんとかさ、そういうの聞くとちょっとさ、え、それディアブロ好きなんかとかさ思っちゃうよな。だからまあストーリー見た方がいいですよとかっていうのをさ、まあ別にあれじゃない、強制じゃないけどね、私はなんかちゃんと余すことなく見たいんで、なんか基本セリフがあるものとか、なんかせっかくフルボイスで入れてるくれてるんだったらやろうかなって気ではいるんですけど、まあね、まあでも確かに私もね、イモータルに対してさ飽きてないっていうたらやっぱおかしい、嘘になるからね。だからもうちょっとこうなんだろうな、やっぱこう掘ることの楽しさとかさ、そういうところがもうちょいこう深められてもいいかなと思うし、ビルドとかね、そのものに関してはかなり成熟してきてるんですよね。まあレジェンダリーの種類が増えてきて、こう組める組み合わせっていうのがさ、ある種確立してきてるっていうところがあって、あ、この組み合わせも楽しめる、この組み合わせも楽しめるみたいなね、のがいくつかあるんで、まあ各クラスやってて、まあそのメインにするスキルによって多分変わってくると思うんですけど、何個か組み方あるので、まあそういう楽しみ方ができるのはね、ディアブロ3の、あ、ディアブロイモータルのいいところかなーって気はします。まあコラボイベントも来てるんでね、まあイモータルちょっとしばらく休んじゃってるよっていう方もね、ぜひログインしてやってみてほしいなと思いますけど、そう、結局その復帰勢がね、すぐ新しいコンテンツ触れるかどうかっていうところとかね、そういうところもあるんですよね。結局私もまあ未だにイモータルも少しさ並行してプレイしてますけど、やっぱり最前線から遅れちゃうと、新しいイベントとかそういうものに絡みづらくなっちゃうってところが、やっぱりあって、だから、まあ、例えば、まあ、今回のアシャバイベントみたいな感じでね、もう、その、半年ぐらい入ってないんだけど、アシャバのイベントだけやるとかっていうことが、まあ、容易にできるようなね、ものだったらいいんだけど、まあそれ以外のイベントだと結構ね、まあなんだかんだで、まあでも進行度に合わせてできるイベントがほとんどだけどね、まあヘリクアリとかそこのあたりはやっぱり、まあその課金してる人と、まあ無課金に近い人たちの戦闘レーディングがまあ大体同じぐらいのバランスで上がっていくから、まあ1000から2000離れてるぐらいなんだよね、戦闘レーティング的な意味で言うと、だからまあ最前線までやってる人と完全に休んじゃってる人、むちゃくちゃ課金してる人じゃさ、まあさすがにやっぱりね、火力差あるんで、まあだからそこがね難しいところではありますけど、まあでも私もそうだな、まあ、このイモータル関連のコラボがまあちょっと落ち着いたらね、まあちょっと4の方にね専念しようかなと思ってますね、まあディアブロの世界そのものがむちゃくちゃ楽しいからね、やっぱり4やってて、4がやっぱり今はすげえ面白いので、ちょっとイモタルに対するさ熱が下がってるってとこもあるんだけど、
だけどやっぱりアシャバイベントとかやると、ああやっぱ面白いとこもあるなって思うんですよね。うん、そこがやっぱりそう思わせてくれるのがディアブロの良さで、うん、まあ例えば今3触ったりとか2触ってもさ、面白さってあるし、まあ、3に関してはね、まあ、しばらくはチャレンジリフトの更新やっていこうかなと思いますけど、まあ、シーズン29が発表されたシーズン29の方も取り上げて、またね序盤の方の育成なんかはやってみたいなと思ってるので、うん、まあね全然違うゲーム性でこれだけの作品、まあ5作品があるっていうのはさ、私にとっては嬉しい限りなんだよね。なんかディアブロ、まあ、もちろん単体のさディアブロそれぞれもさ楽しんではいるんだけど、なんか総合チャンネルっていうのかな、そこを目指したいっていうのはあるんですよね。まあ初代の動画って一回さプレイ実況を上げてるぐらいで、そんなにねむちゃくちゃあるわけじゃないんだけど、うん、まあ初代は初代でいろいろと攻略、まあビルド的なものがむちゃくちゃあるかっていうと何とも言えないけど、ただまあ終盤のさ人たちがこういうふうに組んでるよっていうものなんかはあるんですよね一応。だからまあそこら辺の動画をさ今後作ってみてもいいし、うん、なディアブロ4はディアブロ4で、うん、まあ最近ちょっと自分自身も動画作ってて思うんですけど、ストーリークリアしてまあだいたいレベル50以降のナイトメア、そして70以降の、トーメントという難易度があるんですけど、まあ、そこが意外と厳しめに設定してあるなっていうのは正直感じてますね。まあ、ナイトメアに行って結構、すぐやられちゃうとかね、そういう相談もよく受けるようになってきたし、で、まあ、トーメント上がってからも結構さ、火力が整うのに苦労してるっていう話を聞くんで、まあ、よくよく見てみるとね、なんだろうな、力の古文書とかそういうのをしっかり集めてなかったりとか、力の古文書結構大事なんですよ。まあ、海外のビルドサイトとかそういうところを参照してるかどうかっていうのを、まあ、私もなんかビルド見てやるっていう攻略サイトありきでさ、じゃなきゃいけないっていうのも、なんかなって思うタイプなんで、あれですけど、詰まった時はちょっとそういうところも見た方がいいかなっていうバランスですね。独自ビルドでもちろんやっていくこともできなくはないとは思うんだけど、結構、まあ、ナイトメア、トーメント、の、敵が結構強いので、なので、まあ、サクサクというか、まあ、順調に進めてる人はほとんどが、まあ、そういうビルドを参考にしてるケースが多いので、まあ、独自ビルドで、まあ、もちろんね、進めればそれはいいんだけど、ちょっとそれが詰まっちゃったっていう人は、ある種のこう、うん、ヒントとしてね、そういうサイトを参考にするのも悪くないかなと思います。なんか嫌になっちゃって、それでやめちゃう、まあノーマルクリアしたけどその後のさ上の難易度があまりにもきつすぎてやめちゃったっていう人がこのままだとなんか結構出ちゃいそうな気がしてて、まあ、そのためにこういうチャンネルあるんだろうと、うん、各キャラクターの、まあトーメントまでいけるビルドを、紹介できればもちろんいいんですけど、まあ私まあなんだろう、そんなになんていうかスピード攻略をすることに、強いメリットを感じてないんですよね。だから、まあ、ゆっくり進めていくだろうし、うん。まあ、一年かけてやっぱり、扱っていくぐらいの内容なんだよね。なんか、もちろんそれはさ、海外サイト丸ばくりして、ビルド組んで、これ、こんなビルド見つけちゃいましたとか、さもさ、自分が見つけたかのように語るってこともできるけど、なんかそれやっちゃうとな、なんか大切なものを失ってしまうような気もしてて、うん、やりたくないのよね。だから、なるべく自分が組んで良かったもの、もちろんそういうサイトも参考にするけど、自分なりにこだわりを持って使ってたレジェンダリーとかそういうものはね、ちゃんと紹介したいんで、うん、まあ、もしかしたらそれ最適解じゃないかもしれないし、そうね。な、こういうチャンネルやってると宿命なのかもしれないんだけど、最強は一つに決まるでしょ。最適解って何ですかって聞く人いるんだけど、なんだろうなぁ。でもその最適解いきなり揃えられますかって話もあるわけですよ。結構、ディアブロ4もね、
いろんなサイトに載ってるレジェンダリー集める、ユニーク集める、それだけでもかなり時間がかかるはずなんですよ。でなおかつサブ特性とかそういうところもね含めて厳選していくってなるとかなり時間がかかるんで、そんなに簡単には、揃わない前提で考えなきゃいけない。だからまあこういうこの力の古文書に関しては確定で入手できるんで、力の古文書だけをね、メインにして、最低限トーメントまでいけるとかね、そういうようなビルド解説していってもいいかなと思うんですけどね。なんかな、その結局攻略動画とかって、そういう急そういうなんていうかな、ノーマルで終わっちゃいますとかさ、そういう人たちに、いやもっとクリア後のコンテンツ面白いよと、ヘルタイドやささやきの木、そして PVP 要素とかさ、あとナイトメアダンジョンとかね、あれもかなりやり込み要素がある、グリフを育てていく要素なんですけどありますので、まあ、そこら辺までなんていうかな、やらないと、やらないとっていうかさ、そこも含めてなんか楽しさだと思うんで、なんていうのかな、なんかただただナイトメアはって苦しいだけとかさ、まあ、特にキャップストーンダンジョンで詰まっちゃう人とかね、そういうのもいるんで、なんかビルド難民を救うようなね動画をたくさん出せたらいいんだけど、今のところ私も攻略中だし、あんまりねもうちょっと時間かけて作りたいなっていう気持ちもあるんですよね。こうやってイモータルやってるからお前時間ないんだろうって言われたら本当にそうなんだけど、でもやっぱやりたいのよね、イモータルもね。なんだろうね。意外と私一度こうお世話になってなったって言い方も変だけどさ、そういうまあゲームに対しての愛着って結構ある方なんですよ。だから未だにディアブロ4とかさ、あ、ディアブロ2リザレクテッドとか3に関してもね、まあたびたび動画を上げたりとかしてるわけで、まあこのチャンネルは本当に総合チャンネルとしてやっていくっていうポリシーがあるので、なので4自体の攻略はもちろんメインで今進めてはいるんですけど、少しゆっくりめにはなるかなと思います、まあ、そこはねご了承いただけたらなと思ってます。さあ、あれ、ちなみにアシャバ出たのかな、アシャバ出てたら気づいてたと思うんだけど、話に夢中になると意外と見落としてそうだからね。なんかな、敷居の低さっていうのも大事なんだよね、ハクスラの。ちょっと骨太かなと思いましたね、ディアブロ4。上の難易度はね。まあ、いろいろディアブロをやり慣れてる人からすると、まあ、ちょっと考えないといけないぞっていうレベルでさ、これぐらいの歯応えがちょうどいいと思えるレベルなんだけど、完全初見、ディアブロ4で初めてハクスラ始めましたっていう人が触れると、ちょっと詰まっちゃうかなっていうような感じもするので、まあ、そこをまあ少しでも助けられるような動画作れたら、まあいいかなと思ってますね。なので、まあ、力の古文書のまあおすすめのものもそうなんだけど、まあ、ちょっとずつね紹介していけたらいいかなというふうに思ってますね。結構役立つ古文書もたくさんあるんで、そこを入れとくだけでかなり強くなれるかなと思いますので、まあ私もでも全然ねあれですよ、プレイして、まあディア、なんだろう、ハクスラって結局ね、やってる時間が長ければ強くなれるんですよ、ある程度。と、あと、まあ、パーティーをどれだけやってるかとかね。やっぱり今回の方は、まあ、パーティーで回した方がね、有利な部分っていうのはやっぱりあるんですよ。まあ、それはもう前からそうだったんだけどね。パーティーにメリットがないと、パーティーそもそもみんな組まないじゃないですか。だから、ディアブロって基本的にはパーティーのメリットっていうものをさ、まあ、初代はまあ、ともかくとして、まあ、3に関してもあるし、4に関しても結構でかい。
でかくあるし、まあ、アシャバとかはおそらく、プレイしている人数によってライフとか変わったりすると思うんだけど、一般フィールドに関しては別にパーティー組んでたからって敵が強くなったりするしないので、まあ、4人で分担してやった方が楽ちん。で、なおかつ経験値バフも近くにいればかかるというような仕組みがあるんで、まあ、4パで回すのが一番っていうところはあるんだよね。ただまあその効率だけ求めるのもどうなんて思うところはあるんですよ。まあ私基本配信もソロでやってるのはそういう理由もあって、なんかやっぱりのんびりやりたいじゃん、ディアブロとか。だからまあ基本まあ別にソロ戦なわけじゃないし、そうやってソロを強調するとさ、私がパーティーを組んだっていう、まあ、情報とか動画とかそういうものもあるが出てくる、来ると裏切られたっていう人いるんだけど、その、な私もパーティー組みたいときは組みたいし、ソロでやりたいときの方が多いけど、まあ半々ぐらいだよね。だから、まあ完全パーティーとは、やらないですけどっていうぐらいの感じで捉えてもらえたらいいかなと思うんですけどね。まあ、ゆっくりと、ディアブロ、イモタルもやっていけたらいいかなと思ってます。まあ、まずはそうですね。本当に、序盤から最終コンテンツまで、皆さんが、迷わず遊べるような、ね、形で、いろいろと動画用意していけたらいいかなと思ってますので、まあ、ゆっくりお付き合いいただけたらなと思ってます。はい。そしたら、じゃあ今回はこの辺で終わりましょうかね。はい。ネクロマーサー、そうそう。ネクロマーサーじゃなくて、デーモンハンターのね、コスメティック。このね、一応、アーバンブレードのラピスってやつだけもらったんですけどね。なんかな、有褐色の方がかっこいいんだよな。こっちにしとこうか。はい、まあ、そう。ディアブロ4のね、コラボのやつも、コラボじゃない、先行予約特典のね、ものももらえますので、まあ、ぜひ、これもね、一応、7月末までっていう受け取り期限がありますので、まあ、イモータルのアカウント持ってる人でもいいし、あと、まあ、これをきっかけにイモータルインストールするっていう方でもいいんですけど、もらうだけもらっとくとね、後でやりたくなった時に使えますので、ぜひ、受け取りだけはしといてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。